西村秀信の社長工場。西村秀信の社長工場。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長工場では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんが、ビジネス、経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。お願いします。ビジネスの世界ではですね、こう2つのちょっとこうみんながよく使うような有名な言葉があるんですけど、今日これを西村さんにぜひ直接伺いたい。いきます。1つ目の言葉、はい、競争のない未開拓市場のことをこのブルーオーシャン、はいはい、そして血みどろの戦いを繰り広げている競争の激しい既存市場のことをレッドオーシャン、なるほど、なんつってこの青い海か赤い海かみたいな方で例える人が多いんですけど、はい、ズバリ質問です、はい、新規事業を始めるなら、はい、ブルーオーシャン、レッドオーシャン、はい、さあどっち？まあいつものごとくどっちでもねえんだけどやっぱそうですね、はい、これ事業にもよりますしね、まあ、ちなみに西村さんはブルーオーシャンを見つけたことってあるんですか？ないです。あ、ということは基本ビジネスの仕組みというか仕方としては、はい、レッドオーシャンに飛び込む方が好きというか楽しいというかやりがいを感じてるってことですか？まあ、そもそも世の中の 99% の人がブルーオーシャンを見つけたと言ってるブルーオーシャンはただのニッチ市場でブルーオーシャンではないですね。なるほど、はい、そうか、よく考えてごらんなさいと、はい、全く何もなかった未開拓の市場なんて今更あるのかって話ですね、はいはい、水たまりです、水たまりそんなオーシャンじゃないです。なるほど、はい、ちっちゃい井戸、沼、井戸沼、なるほど、まあまあまあ、たまにね、ちょっとじゃあブルーオーシャンって大げさなのかな、表現としたら。そんなにね、今現代の人は目悪くないです、はい、そうか、はい、ブルーなオーシャンが広がってたらそれはすぐレッドになります。ちゃんと一瞬でね、はい、みんな見つけられるから、はい、オーシャンだから誰も全く知らないような、はい、そんな海が、はい、大会があるわけないと、はい、ないです。確かに、ね、絶対ないです。そう、ね、あったらすげえです。教えてくれ。本当だね、行くすぐ行く、すぐ飛び込む、行く。沼だから飛び込めないですもんね首折っちゃうもん、はい、無理ですね。あ、そうか、はい、ってことはじゃあ、まあ、あっちはどうなんですか？レッドオーシャンって言っても、はい、もしかしたら西村さんにとったら、いやそんなにレッドじゃないよと、薄いピンクぐらいに見えるよとか、例えばちょっとオレンジぐらいだから、はい、それあれでしょ、ピンクオーシャンってDMM の亀山さんでしょいや、なんかいけんじゃねみたいな感じなんですか？いや、それとも世の中のレッドオーシャンって、はい、参加者が多ければレッドオーシャンと呼んでるんですけど。あ、なるほど、はい、ということは別にそこまで競争激化で、はい、なんか血みどろの争いよっていうとこではない、うん、なんか相手が弱ければ、うん、だからそれこそね、堀江さんもなんか飲食とか、なんかレッドオーシャンレッドオーシャンって言ってるけど、スライムばっかだから無双できるって言って言ってる言ってる、まあ、ごもっともみたいな、はいはい、ちょっとすげえなと思うけど、まあ、でもまあ要するにそういうことなんですよね。参加者が多いと一見血みどろに見えるかもしれないけど、うん、ちゃんとやれば、だからそうか、うちって結構レガシーな業種業態買ったりね、うんうん、なんか立て直したりしてるのは、はい、結局飲食にしても不動産にしてもアパレルにしても、うん、レガシーな業種業態でスラック何それ美味しいのみたいな感じなんですよ、まだ、うん、例えばまだね、今だとね、はいはい、キントーン何それ美味しいのみたいな、はいはいはい、乗るやつみたいな、大丈夫みたいな、はい、うん、感じなんですよ、うん、でもそこにちゃんと IT の技術とか、はい、最新の経営とかちゃんと入れていけば当たり前に戦えるんです。それがある意味ブルーオーシャンかもしれないですよね、そのレッドオーシャンが。そういう意味で言ったら、だって結局競合がそんなに強くない、うん、だから結局競合がいないことをブルーオーシャンと呼んでるけど、うん、競合いても別に勝てりゃいいじゃないですか。まあそりゃそうですね、結果答えがそこで出てくれればいい、はいはい、うん、で競合がいないオーシャンなんてのはまずないから本当に、まあ、今のその堀江さんの話でいうと、はい、宇宙開発でさえ別にブルーではないですもんね。もちろんやってますからね、はい、世界でね、はい、みんな取り合いやってますから、うんうん、でもまあもちろんそんなにまだねやれてる人が人数として少ないから、はい、ブルーという言い方なのかもしれません、まあ、ある意味だからまああれはブルーオーシャンなのかもしれないけど、まあね、今の言い方で言えばね、はい、うん、まあ、でも大資本も入ってくるし、はい、ね、はい、当然そうですよね。で敵はそれなりに強いと思いますよ、はい、その通りだ、はい、だからそんなにね競争がなくて未開拓で緩いかったら緩くはないですもんね。無理だと思いますよ、うん、あそこでよく勝てるなと思いますよ。だから確かにね、はい、レッドオーシャンに例えば飛び込んだら、はいはい、やっぱりこうまず何をするんですか。やっぱり西村さんの場合は当然だから、まあそこの調査もしますよね当然その、まあ、競争市場なわけだから、はいはい、でやっぱりそこから勝てるものをすんのかな、うん、探してはいってると思うんですね今結果が出てるということは、うんはい、まあだから何で勝てるかだその市場で勝てる、まあ、武器に合わせて自分の装備とか武器に合わせて市場を選んでんじゃないですか。はあ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 、うん、そうか、まあ、そのだってね準備というかその用意ができてないのに戦いに飛び込んでっても、はい、そうですね、俺はもう負けは見えてるわけだからと、うん、今までの中でやっぱりそこにこうあんま手こずったみたいなことはないですか。やっぱりそのレッドオーシャンであるからこそ逆に言うと答えも導きやすいってことなんですか。レッドオーシャンの中で戦うこともだ、まあ、とにかく僕ひたすら多分ニッチ市場なりで戦ってるんですよ。そのさっき言ったそのひたすら水たまりで戦ってるんですよ多分。へー。ってことはちょっとそのニッチを探すことに関しては長けてるっていうんじゃないですかね逆に言うとね、はい、そういう盲点だったねみたいな、はい、嗅覚みたいなものとか目利きはちょっとあって、はいはい、だからこそそこがちょうどたまたまいなかったり、はい、やってなかったりするから、はい、そういったところでイニシアチブ取れるというか取るんじゃないですかね。はあ、これを どこで身につけたあれですかね自分の中で技術というかその感覚というかは。みんな多分ここ水たまりも探したいと思うんですよ。いやだからねレッドオーシャンでバチバチ戦っていくのがそもそもあんまり自信がないんですよ本当に。あ、むしろ言い換えれば、はいそっちなんですね。そのだからニッチ市場でもいいし、はいまあ、ブルーオーシャンなんてあったらもっといいけど、まあね、多分ねえだろうからニッチ市場でいいんでなんか戦わなくていい方法を探すというかあそこでのなんかこう作業とか疲弊するみたいなものとかに挑むよりは、うん、ちょっとだけ自分でそこの知恵を使って、はい、まあ言ってみればまあ水たまりブルー水たまりを探し、はい、でそこでまあねそこだと自分の今の経験値やスキルが生かせるからこの、はい、その手法でそれをまあ育てていくというか、はいうん、なんかこれ傾向となるも牛語となる流れみたいなことを言ってるように思えてくるんですけど、まあ、近いのかな、うん、まあなんかとりあえずちっちゃくていいからナンバーワンを取れる市場を探すみたいなことを思ってんのかな。もしくは自分で新しいルールを作って、うん、無理やりそのルールだとナンバーワンになれるようなのを作ってんのかな多分、はあはあはあ、で多分きっとそれの方が得意だっていうことに気づいたってことですよね。でしょうね。だからレッドオーシャンでガシガシ戦って1位になるのが得意な人はぜひそれの方がいいと思うんですよ、うん、ということですね。それが得意な人もいるでしょうし、はいまあ、それの方が見入りが全然大きいと思うんで、うん、僕は多分それはちょっとやりきるのがしんどいので、はあまあ、多分これはきっと向き不向きを自分の中でも自覚してるってことかもしれませんね。そうですね。でも本当にね大企業の資本力なめんなよって感じですよ。でもレッドオーシャンで戦っていくってだからビジネスって基本的に無差別級ですからね言ってましたもんね、はい、とんでもないいきなり巨人を相手にしなきゃいけなくなることに、はい、本当にじゃあ対峙できんのかっていう、はい、それがレッドオーシャンってことですからね。だから当然そこに飲み込まれるってわけで、はい、それを知らなかったって後からなんか言えないし、はい、そうなんですよね。やるからにはそういう無差別級の中でっていうことだから、はい、そうなんですよ。そこに自信があってとかよほどの何か違うビジョンを持ってない限りは西村さんだからそのビジネスとして そこでの対決を諦めたとかいうことではなくてそこのへのなんか対決が目的というか目標ではなくっていうことですよね。そうですね、まあ、だってそれしんどいじゃないですか、うん、いやと思いますね。まあ、どうしてもそれがしたいことだったら別ですけど、はい、ちょっと前にもアマゾン辞めてだったかななんかまあ EC の会社辞めて多分アマゾンだと思うんですけど中目黒でレコード屋さんじゃねえやカセットテープ専門店日本だか、はい、世界だかで1個しかないカセットテープ専門店やってるっていうでまあいい場所になってまあ売れてる儲かってる人の記事見たんですけど、はい、まあニッチですよねあれ。確かに今やブルーオーシャンではないと思うんですよあれカセットテープね、はい、まあ勝手にブルーになっちゃったんですね干上がった結果みたいな。そうですねだからまあオーシャンでは絶対ないと思うんですけどオーシャンではないですね。そこにじゃあ大資本が乗り込んでくるかって言ったら来ないし来ないですね、まあ、水たまりなんで、水たまりだからクジラがいないんで。でもね、ちゃんとその中にはもしかしたらカエルも卵を産むかもしれないし、そうそうそうみたいな感じで、そのぐらいはあるんですよずっとね、はい、ブルーポンドぐらいにはなる池ぐらいにはなる可能性がある。でも面白いね、はい、そうか、その、うん、そこでもだって幸せを享受できる、はい、現実はありえますからね、はい、いくらでも、はい、規模感の問題だけであって。そうっす。こういうふうに着眼点を考えれば、何でもかんでも一番になるためには、その要はその巨人を倒さなきゃいけないみたいな論理ではないんですね、ビジネスっていうのはね。なんかあれですね、近いのはなんか僕らは一般的には恋愛市場とかで言ったら多分ニッチをずっと戦ってるはずなんですよ、うん、芸能人の方以外は、はあはあ、芸能人の方は多分レッドオーシャンを戦ってるんですよ。ブルーオーシャン、レッドオーシャンで言ったら。ああそうだね、確かに競争だもんね。要するに世界70億とか、まあ、日本1億数千万人の中の、はいね、一番かわいい、かっこいい、うんね、あと面白いっていう。だからそれはでも普通僕らはニッチ市場、要するに半径1キロ2キロで戦えばいいんですよ、はいはい、そこでちょっとモノマネのうまい、そうちょっとそこで面白いとか、ね、ちょっとかっこいいとか、先生のマネができるあいつとかだけでもちゃんとね、学校で一番とか、はい、あ分かりやすい、クラスで一番とか、うん、でも芸能人になって、はい、テレビとか、うん、YouTube とか何でもいいですけどなろうとしたら日本全国に戦っていくためにはあれはレッドオーシャンで戦ってるじゃないですか、ね、そうだね。でだからってブルーオーシャンを見つけようと思って、うん、ね芸能人のいない国に行こうとか、そうだね、まあ、絶対ないんで。わかるわかる、まあ、例えばそれでなったとしても意味ないんで、誰も見てくれない、はい、そうだよね。だから人もいないところでニッチで自分の身の回りでで極端な話、自分の大好きなこの一人のね、はい、人が好きな、うん、喜んでくれる自分でいればいいだけなんで、うん そうね、はい、それを例えば何箇所もねたくさんもしあったとすれば、はい、でそれのグループのオーナーだったらちょっと面白いですね。そうですね、うん、それがヒデちゃんだ出た自分の客観視出た、面白いこれ、うん、でもたくさん水たまり持ってますよ、ずいぶん。しかもその水たまり結構池どころか結構でかく、仕事だよ ね仕事の話だよねこれ、山田さん。いやちょっと両方あるな両方あるよこれ、なんか山田さんになんか悪いことしたのかないや全然ないよ楽しいことしかしてもらってないいや今面白かった。でも俺きっと山田さんに嫌われる何かを最近したんだな、してない一切ないよ、うん、悔しいだけ多分ね、妬みがマイクを通して入ったのでいいなって思って待て、うん、その水たまり3つぐらい欲しいなって思っただけだ1個しかない、1個しかない、うん、そういやでもね、すごい素敵な発想だと思いました。このそういった点ではそのニッチとは言ってはいるが、はい、そのニッチなんていうのは、うん、いつまでもニッチかどうか分かんないんですよ。やがてバズり始めてくると、うん、結構な大きな、そうですね、ね、水たまりが池になり、はい、もしかしたら本当にダムになりぐらいの、はい、貯水槽になりぐらいの、はい、ありえますからね、はい、このなんか広がりでいうと、うん、だからその時にその大企業に買ってもらう選択肢もあるし、ああそうだですね、目をつけてもらって、はい、で逆に買われたくない意地でもっていうんであれば、うん、もう5倍10倍20倍30倍っていうその差をつけとかないと、はい、これをもう一回そこに大企業が投資して新たにもう一個作ろうって思った時に、2倍ぐらいだと要は勝てちゃうので、あそうか、大企業が、うん、なんか対立候補をなんか、ね、ボーンって出されたらなんか入れるみたいな、はいですね、それこそレッドオーシャンのやり方ですよね。そうですそうです。それやられたらもうイチコロだから、はい、でもそうじゃないこう準備をしておきながら、それこそそれをまあ数を増やして、はい、組織だっていうふうにしておけば、はい、そう簡単にはレッドオーシャンといえども手が出せないような、結局参入障壁なんですよね。だからブルーオーシャンっていうのはもしあったとしたらとんでもない参入障壁があるはずなんですよ。そうか、だからみんな手を出してないで、だからただ一方でそれを乗り越えた瞬間に超ユートピアなはずなんですよ、うん、ってことにはありえますよね。もしこれが乗り越えれたら超参入障壁高いから、うん、まず誰も入ってこないから、うん、ルンルンですよ。確かに、はい、うん、いや分かりますよ。だから例えば本当に分かんないけど、そのまあ火星は俺のものだみたいなものが本当に世界的に認められる何かの権利があったとして、はい、そういうことが本当に実現すればね、そうです火星にさえ行ければほぼ無理だろうし、ここから僕の土地ですよね、言えたとしたら、はい、まあ本当そうですね、はい、だってね、まあ、もう地球でもそうですよね。だって勝手に個人では今線引きできないけど、はい、もしもそれが本当に可能になったとしたら、はい、それはすごいことだけど、はい、そうなんですよね。だから面白いですね、はい、あでもいいね。このなんか水たまりからでいうと夢あるな、はい、だって気がついたら、いやこれちょっと多分西村さんは自分では言わないかもしれないけど、水たまり池、はい沼先か沼池、まあ、何でもいいです、はい、湖でも多分湖、はい、いやもう今湖で言ったら、はい、琵琶湖ぐらいは結構琵琶湖レベルになっちゃうと、はいまあまあ、土地よりも湖がもうでかくなってたりするわけですよ、はい、で一見あそこに住んでる人たちみんなあれ海だと思ってますから、うん、あそうですね波立ちますし、ね、もうそうなんですよあれでもうあれをブルーオーシャンに見ようと思えば 見えるぐらいなでかさの湖ですよ、まあまあ、ブルーレイクねありえるでしょ、はい、ありえますもん、はい、なんかそっちの方が夢あるな、うんうん、いきなりブルーオーシャンを探すよりは、はい、自分の沼だったような水溜まりだったようなものをオーシャン化しようっていうぐらいのところのビジネスって夢があっていいですね、まあまあ、10億100億ぐらいまではブルーオーシャンというか、まあ、日市場で十分戦えますよ、はあ、1000億数千億ね、うん、やろうと思ったらレッドオーシャンで一番取るしかないですから、ね、やっぱそこに前も言いましたけど、うん、飲食って20何兆円とかあって、はい、その中でも1位ってたかだか数千億円しかないですよ、はあね、1位でも、うん、でだけど広告って、うん、6兆円とかって言われるうちの2兆円電通1兆円博報堂みたいな世界ですから、そういうビジネスなわけだ、はい、だから参入障壁その分高いんでしょうね。なるほど、まあ、だからこそ、まあ、みんな入りたいかもしれないけれども、はい、それなりの準備はしてないとまあ、はい、無理ですよっていうのはそこでテレビ局だってそうじゃないですか。確かに全部で12チャンネルしかないんですからですよ、ね、テレビのリモコンのね、まあ、12個もないですよね、12チャンネルもないですよね、実際12局もないですよね、確かにそんだけ高いわけだから入っちゃえば、はい、まあまあユートピアだったんですよね、うん、そういうふうにして成り立ってたんですね、はい、こういうものの企業っていうのは、はい、はあ、今だから今後の展開でいうと、はい、こういったものでいうとニッチの方に向かっていくってことですかね。いや どんどんニッチで成立するようになってるのは、結局スマホが発達して個人個人がメディアになったりだとか、はい、だからそれこそシェアとかが広がってるのも、はいはい、結局今までだったらそんなサイズのものを、うん、そんなニッチなものをちっちゃいものを投資してたら割に合わないよっていうのが、スマホの発達とかインターネットの発達で割に合うようになったってことですよね。ってことだ、はい、ちゃんとそれで収益も出るし、はい、別に人も雇えるしみたいなことに規模感がどんどんそうなってきたってことだ、はい、昔は、うん、自分の家の昼間の12時間だけ空いてる駐車場を貸そうと思ったらチラシ巻かなきゃいけない、あれしなきゃいけないんで、これ借りるときにどうこうとかっていうのが全部スマホとアプリで完結するから、別にその間だけちょっと使ってくれればお金になるっていうのが成立するようになっちゃっただけで。確かに、ああ、だからやっぱり時代は今こっちですね。だから昔はだから工場を作んなきゃいけなかった、あれしなきゃいけなかった、これしなきゃいけなかったっていうのがいちいち大きい投資が必要だったのは、会社1個作るのだってそうじゃないですか、ね、レンタルオフィスがあるじゃんとか何でもそうですけど、今どんどんコストが低くなってるのはできるようになりましたもんね、はい、ああ、だからもうオーシャンを探す理由なんか今ないかもしれませんね。ないんじゃないですか、うん、でむしろ小さく見つけてそれをオーシャン化してあげれれば勝ちだっていうことだから、まあ昔から言われてるちっちゃく産んで大きく育てるじゃないですけど、はい、まあそれができるに越したことはないですよね。だからまあもちろんね、レッドオーシャンで戦っていけるんだったら、まあまあねでもまあ現実的にはね、そんな人少ないでしょうから、まあ、僕は基本的に学生の時からそもそもエリートコースを歩んで、こうしっかりじゃあ一番いい高校に行って、一番いい大学に行って、一番いい企業に行って、そこで出世してっていう、要するにレッドオーシャンで戦えないから、僕は最初から起業っていう、その当時少人数だったニッチ市場で、俺は一人社長で、いやお前はまだ課長だろ、俺はもう社長だって言って戦ってきたわけですよってことですね。そう、いやでもまさにそれを昔からやってきてますからね、うん、でも最近だから起業家が多くなってきたから、うん、そうね、みんなが社長になり始めちゃったから、そうそうそう、だから今度最近投資家だって言い始めてるんですけど、うん、そして今やもう社長作ってますからね、そうですこうなったら、そうそうそう、投資家も増えてきたから工場長だ工場長はそんなにいねえから、ね、びっくりするね。なんか出世したのか落ちてきたのかよく分からないからね、違う今ね、やがて最終的に平になるんじゃないかっていう西村君っていう人いいのいいのそれで普通ただの西村君に俺はニッチ市場で生きていくの最終的にいやすごいと思うわ。でもこれだから、ああ、もしかしたらね、発見かもしれないです。うん、今話聞いてれば納得するし、うん、今やもちろんみんなもそっちに向かってチャンスを探していった方がそれこそ身の丈でまずトライできるし、はい、そこに対しての準備やいろんなお金だって、まあ、そんなにそのない中でも範囲内でやれるし、あと怪我をしたとしても、はい、それだとそこまでの大怪我じゃなく済むからもう一回やれますしね。ですよね。チャレンジっていう点ではいい時代が来てるはずですよね、はいはい、なので皆さんどんどんだからチャレンジしたいことが見つかったら、はい、ぜひエンジェル投資を申し出てください、はいはいはい、出しますよ、はい、出すのは僕じゃないですけどね今ものすごいドヤ顔で言いますけど、いくらでも出しますよいい顔してる、目の前の人がいい顔してるいい顔してるいい顔してる、目の前の方がいくらでもね待ってますからそういう素敵なキレッキレの人材を、はい、どうします？なんか、はい、こいつ昔の俺に似てるなみたいなやつがやってきた場合、わかるでしょ。でも多分このニュアンス的に、はい、あれこいつなんかよく話聞いてると、はい、なんとなく昔の俺だなみたいなやつにすっげえ可愛がるかボッコボコにするかどっちかでしょでもボコボコにしちゃうんだろうなんか同族嫌悪みたいな同族嫌悪ダメでしょそこは似てるって自分で言っちゃいけ言わなきゃいいんだからあんまり好きじゃないんですって。だから自分が昔から言ってますけど、そうなんでしょうね。でもなんか出てきてほしい気がしますけどね、僕ら周り側の人間としたら、はい、そういうの言いたいですもん、うん、あいつさなんか似てないみたいな、はい、なんかすげえ話してるともう完全あれヒデちゃんになりたい人だよみたいな人とか出てきてほしいですけどね。下の妹の旦那は結構なんか俺ということが似てるって言って、なんか下の妹がちょっと、はい、たまにイライラしながらイライラするんだやっぱ、はい、2人はいらないんだ。なんかでもそれを選んで結婚したのはお前なんだけどなと思いながら。そうだね、はい、ってことはやっぱりちょっとどっかでは本当にそっくりなこと言う時あるんだよねみたいな嫌そうなこと言いますけどね。じゃあやっぱり仕事もできるんですね。どうでしょうね。まあね、いい企業に勤めてね。あ、いいですね。ちょっと、ね、そっくりさん募集します。ぜひ我こそは、西村 2.0 だってやつ。ジュニア西村連絡お待ちしております。はい、会いたいな。俺は会いたくないな。じゃあ一回まずこっちのゲストに来て先に僕らが見てから合わせよう。はい、お待ちしております。西村秀信の社長工場、毎週1000万投資と題しまして、情熱を持った起業家へエンジェル投資も行っております。詳細は第7回と第8回の放送をお聞きください。また番組への質問ご意見は社長工場のホームページ CEO-factory.com からお問い合わせください。西村さん、本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。